いや、一言みたいな感じですよ。すごいなって、芥川賞。あの、直木賞作家になりました。やっぱちょっと芥川賞すごいなって、ちょっとびっくりしてます。あと、まあ、それとちょっとホッとしてるのと、まあ以上です。痛快。いや、だって僕が芥川賞作家ですよ。嘘やろって話やし、僕はそんなに小説みたいなものに詳しい人間ではなかったんで、それでも芥川賞っていう名前はもちろん知ってましたし、あんなもんはすごいなんか地続きのものと思ってなかったわけで。山下さんにとって、はい、倉本聡さんって非常に大きな存在だと思うんですけれども、はい、改めてどんな存在かって。いや、なんていうか、僕はあの若い時に両親が死んだんで、まあ父親みたいなもんですね、一番その思うのは。だからこういう記者会見をどっかで見て怒られるんかなって、ちゃんと喋れって、そういう存在です、ね、全く実感がなくてですね、なんか本当に大事だったんだなと今ここでちょっとうろたえております。そうですね、自分には縁のない賞だと思っていたので、候補になると、私もプロになって20年ちょっとになるんですけど、自分がどの程度のものを書いてるのかっていうのがだんだん分からなくなるので、候補にしていただくと、あ、じゃあまだその第一線にいるんだ、最前線にいるんだっていうのが実感できるという意味ですごく励みにしてきたところはあったので、さすがに今回もこれまで各社の担当者の方と一緒に新年会を兼ねて待ってたんですけど、やっぱりだんだん緊張してきて、これでまたなんか残念でしたってなると大変だなと思ったので、山下さんのセリフじゃないですけど本当にほっとしました。私はもう自分のことをエンタメ作家だと思っていて、で昔は一息に読めるもの、あっという間に読めてしまうようなものが面白いと思っていたんですけど、面白さにもいろんな種類があって、こうちんたら読んだりとか、時々立ち止まってまた続きを間空けてから読んだりとか、面白さにはいろんな種類があると思うので、これからはまたいろんな種類の面白さを体感できるような小説を書いていきたいと思います。